レスリング柴田参上。やらかしたユーチューバーを真っ先に全力で叩け。昨日の友は今日のネタ、気づけば友はいないけど、孤独を抱いて悪を打つ、悪口言っても心おめでとうございます。おめでとう。あーうまい、酒がうまい、うまいよ。本日ですね、4月2日、DJ 社長のツイッターの動画からでですね、レペゼン地球の4月いっぱいでの活動休止が発表されました。ねえ、どんな気持ち？レペゼンのファン、レペ協さんたち、どんな気持ち？どんな気持ち？ねえ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 、おい、もうこれからはこの日本のインターネットにおいて無駄なトラフィックをレペゼンが排出しなくなったということで、非常にめでたい、めでたい、平成と一緒に終わろう、レペゼン。な、令和にお前らはいらんから。おめでとう。おい、おい、レペゼン、レペゼン地球、DJ 社長よ。どうしてお前らが活動休止、解散するか、わかる？ねえねえ、わかる？答えは、柴田をメンバーに入れないから。ねえ、柴田をメンバーに入れないからお前らが解散する羽目になったんだよ。俺はな、 DJ 社長とのプロレスで一つの毒を DJ 社長レペゼン地球に仕込んだ。それは絶対に絶対にいつか不幸になるという毒。この毒は柴田を取り入れて柴田をワクチンとするしか解除の方法がないんだよ。だがお前らはそれを断った。これは解散しかないですわ。はい、ということでですね、いや、めでたいですね。レペゼン地球、まあおそらく4月いっぱいでは活動休止ということですけども、まあ活動もうあれですよ、もう引退、解散っていうのはもう間違いないですから、これは。はい、そんな感じで、今日はね、気持ちよくお酒が飲めそうです。はい、じゃあですね、木本に聞いてみるか。木本にね、ちょっと電話でね、聞いてみましょう。お前のそういうところだぞ。こうなったのは木本お前のそういうところだぞ。柴田はなめんじゃねえ。